LR 法、または LR 公文解析器とは、文脈自由文法の公文解析手法、公文解析器である。LR 法では、入力を左から右に読んでいき、右端動出を行う。このため、LR と名付けられている。LR といった場合、K は消費を伴うことなく、先読みが進められる入力記号の最大数を意味する。通常、K は1であり、 その場合省略されることが多い。LR の公文解析器が対応する文脈自由文法も LR と呼ばれる。LR 法は、いわゆるボトムアップ公文解析を行う。つまり、歯から始めて最上位の公文要素にたどり着く。ほとんどのプログラミング言語の文法は LR で表されるため、LR 法はコンパイラがソースコードの公文を解析する際によく使われる。 一般に LR 公文解析機器といった場合、文脈自由文法に基づいた特定の言語を理解する特定の公文解析器を意味していることが多い。LR 法には次のような利点がある。LR 法には次のような欠点がある。LR 公文解析器を1から書くのは難しく、パーサージェネレータを使って生成するのが一般的である。公文解析表の生成手法の違いにより、 単純 LR 法、ララー法、正規 LR 法に分類される。校舎ほど大規模な文法を扱える。ヤックはララー法による公文解析器を生成する。表に基づいたボトムアップ型公文解析器の構成表に基づいたボトムアップ公文解析器の構成を渦に示す。高分解析器には入力バッファ、状態を保持するためのスタック、次に遷移すべき状態や、 現在の状態で読み込んだ終端記号や非終端記号に適用すべき文法規則を示すアクション表と GoTo 表を持つ。これらの動きを示すため以下の簡単な文法を使って説明する。この文法のための2つの LR 公文解析表は次のようになる。アクション表は状態と終端記号でインデックス付けされている。各マスには以下のようなアクションが記述されている。 g o o 表は状態と非集端記号でインデックス付けされており、角マスには非集端記号を解釈し終えた時の次に、遷移すべき状態を示す。LR 法のアルゴリズムは次のように動作する、スタックはで初期化される。現在状態は常に、スタックのトップにある状態で表される。現在状態と入力にある記号から、アクション表を参照する。ここで4つのケースがある。 上のステップを需要となるか文法エラーとなるまで繰り返す。このアルゴリズムがなぜうまく動作するのかを説明するため文字列11をこの公文解析器で解析する例を示す。下記の表はその処理の各ステップを示したものである。状態はスタックのトップで示されている。次のアクションは上にあるアクション表を参照して決めている。また、 入力の最後を示すため、ドルが追加されている。公文解析を開始したとき、常に状態例から始まる。スタックは次のようになっている。公文解析器が最初に見る入力記号は1であり、アクション表を参照すると状態にへの遷移が指示されているので、スタックが次のようになる。スタックのトップは右端である。なお、説明のために、 状態遷移の原因となった記号をその前に記している。もちろん、本当のスタックには、このような記号は、プッシュされない。状態にでは、アクション表によれば、次の入力記号が何であれ、5番の文法規則を適用しなければならない。これはつまり、5番の規則の右辺を認識したことを示す。そこで、出力ストリームに5を書き出し、スタックから1個の状態を、 ポップし、GoTo 表から状態4をスタックにプッシュする。結果としてスタックは次のようになる、状態4の場合、アクション表を見ると、文法規則3番の適用をしなければならない。そこで出力ストリームに3を書き出し、スタックから1個の状態を、ポップして、GoTo 表から状態3を新たにプッシュする。スタックは次のようになる、次の入力記号を見るとであり、アクション表によれば、 状態6に、遷移しなければならない。このスタックは有限オートマトンの動作履歴のようなものであり、現在は非終端記号 E を読んだ直後に終端記号を読んだ状態を示している。このオートマトンの状態遷移表は、アクション表のシフト指定と GoTo 表から構成される。次の入力記号は1なので、アクション表から状態2への遷移となる、前に1を読んだ時と同様、 文法規則の適用により B に還元され、スタックは次のようになる。これは有限オートマトンが非終端記号 E と終端記号と非終端記号 B を順に読んだ状態である。状態8では常に規則2番を適用する。従って、スタック上の3個の状態がその文法規則の右辺の3個の記号に対応する。最後にドルを入力ストリームから読むと、 現在状態は3なので、需要すなわち公文解析完了である。以上から出力ストリームに書かれる規則番号の列は5、3、5、2となる。これは1、1という文字列を右端同出する際の適用規則列を逆転させたものと同じである。これらの公文解析表の作成は LR アイテムの規法に基づいている。アイテム規とは、 文法規則の右辺の各所に特別なドット記号を付与したものである。例えば、規則 EEB からは次の4つのアイテムが得られる。A イプシロンという規則からは A というアイテムだけが得られる。これらの規則から公文解析器の状態を記述する。例えば、アイテム EEB は E を認識した状態で次にを読み込み、さらに B に対応する。 文字列がそれに続くここととをを期待していることを示す一般に次に適用される文法規則は事前にわからないので単一のアイテムだけで公文解析器の状態を特定することはできない。例えば EEB という規則から得られるアイテム、e、EEB とアイテム EEB はともに奇襲端記号 E を読んだ後で適用可能である。したがって公文解析器の状態は アイテムの集合によって特徴を付けられる。この例の場合、集合は EEB、EEB となる。EEB のように、非集端記号の前に、ドットのあるアイテムは、公文解析器が次に非集端記号 B を公文解析すべきであることを示している。公文解析中に適用が可能なすべての規則を、アイテム集合に含めるため、ここでは、B 自体の公文解析を表す。 アイテム集合も含めなければならない。すなわち B1 や B0 といった規則がある場合、アイテム B1 や B0 をアイテム集合に含めるということである。これを一般化して定式化すると次のようになる。これをアイテム集合全体に適用して、すべての非集端記号の前のドットに関して、同様の処置を施して、アイテム集合を特定する。ここで、公文解析のある。 特定の状態を与えるアイテム集合をクロージャと呼びクローと表記する。ここで愛はアイテム集合である。ただし、公文解析表では初期状態から到達可能な状態に関するものしか考慮されない。異なる状態間の繊維を決定する前に文法に次の規則を追加して強化するのが一般的である。ここで S は新たに導入された。 開始記号であり、E は従来の開始記号である。この規則は公文解析器が入力文字列を受容した際に適用される。ここでは上述の例の文法を強化して使用する。この強化された文法について、アイテム集合とそれらの間の繊維を決定する。公文解析表作成の第一段階は、アイテム集合クロージャ間の繊維の決定である。 これはちょうど終端記号も非終端記号も読み込む有限オートマトンを検討する要領で決定できる。このオートマトンの開始状態は常に追加された規則から得られるアイテム SE で表される状態である。アイテムの前に付与されたプラス記号はそのアイテムがクロージャに追加されたことを意味している。記号が付与されていない初期アイテムをそのアイテム集合の核という。 初期状態から始めて、ここから到達できる、全状態を決定する。まず、各アイテムの右辺で、ドットの次にある記号に注目する。この場合、終端記号0と1、および、非集団記号 E と B が現れている。記号 X からアイテム集合を見つけるため、次の手続きを実行する、現在のアイテム集合内の、各アイテムで何らかの記号 X の前に、 ドットのある全アイテムの集合 S を求める。S 内の各アイテムについて、ドットを X の次の位置に移す。結果として生じたアイテム集合を閉じる。終端記号例について、この手続きを行うと、次のようになる。終端記号1については次の通り、非終端記号 E では次のようになる。非終端記号 B については次の通り、これらのクロージャでは、 ドットの後に非集団記号がないため、新たなアイテムが追加されていない。この手続きを新たなアイテム集合がなくなるまで続ける。アイテム集合1、2、4は、ドットの後に記号がないため、ここで終わりである。アイテム集合3については、ドットの後に集団記号とがある。についての繊維は次のアイテム集合で表される。同様にについては次の通り、アイテム集合後では、 終端記号0と1、非終端記号 B を考慮する必要がある。終端記号については、基質のアイテム集合1と2が対応する。非終端記号 B については次のような繊維が導かれる、アイテム集合も同様に終端記号0と1、非終端記号 B を考慮する必要がある。また、同様に終端記号については、基質のアイテム集合1と2が対応する。 非集団記号 B については次のような遷移が導かれる。これらのアイテム集合もドットの後に記号がないので、アイテム集合はこれで全部である。これらから、オートマトンの状態遷移表は次の通りとなる。この表とアイテム集合から、アクション表と GoTo 表を次のように構築する。非集団記号に関する列は、GoTo 表に転記される。集団記号に関する列は、 アクション表のシフトアクションとして転記される。入力の終わりを示すドルの列をアクション表に追加し、アイテム SE を含むアイテム集合に対応するマスにアックを書き込む。アイテム集合 I が AW という形式のアイテムを含み対応する文法規則 AW の番号 M が M0 なら状態 I に対応するアクション表の行にはすべてリデュースアクション RM を書き込む。 この手続きによって、前景のアクション表と、GoTo 表が作成できる。L R と S LR と SLR、ララ法上記手続きのステップ4だけが、Reduce Action を生成する。つまり、Reduce Action は必ずアクション表の一つの行で、共通となるため、次の入力記号が何であっても、文法規則による還元が起きる。これは、LR の公文解析表の特徴であり、適用すべき、 文法規則を決定する前に先読みをしない方式であるためである。曖昧さを排除するために先読みが必要となる文法では、一つの行に複数種類のリデュースアクションが存在する可能性があり、上記手続きではそのような表を作成できない。SLR 法やララー法のようなより洗練された方式では、行全体が同じリデュースアクションとはならないような、 表構築手続きを実施する。つまり、これらの公文解析では LR よりも適用可能な文法の範囲が広い。ところで、構築されたオートマトンは常に決定性オートマトンである。しかし、リデュースアクションを表に追記しようとすると、一つのマスにシフトアクションとリデュースアクションが共に存在してしまう場合がある。これはシフトリデュース衝突と呼ぶ。あるいは、 二つのリデュースアクションが衝突する場合もある。これをリデュースリデュース衝突と呼ぶ。しかし、これが発生するということは、その文法が LR では扱えないことを示している。非常に単純な LR で扱えない文法の例を示す。ここから次のようなアイテム集合が得られる。このアイテム集合と終端記号1の交差するマスには、状態一へのシフトアクションと規則二の リデュースアクションが対応するため、シフトリデュース衝突が発生する。非常に単純な LR で扱えない文法の例を示す。この場合、次のようなアイテム集合が得られる。この場合、各アイテムがそれぞれ文法規則3と4に対応しているため、リデュースリデュース衝突が発生する。これらの例では、奇襲単記号 A のフォローセットを使用して、 A の還元規則を使うかどうかを決定すればよい。つまり、入力の次の記号が A のフォローセットにある場合だけ、規則 AW を適用する。この方式を単純 LR 法と呼ぶ。ありがとうございます。